ほんとね、学校から帰ってきておやつとか何も食べず、上にも2階にも登らず、いきなり見てます。ただいまです。今日はね、あの放課後のルーティーンを撮っていきたいと思います。まあ、ほぼ自撮りになると思うのでね、はい、ちょっと見にくいかもしれないですけど、板垣瑞希くんがかっこよすぎて。え、誰？あの俳優さんの誰？板垣瑞希さん。好きなんですか？そうなんです、本当に。で、そうネットフリックスに出てて、もうこれは見るしかないと思って見てます。はい、はい、昨日から見てるんだけど、昨日はまだ学校でやることがあったから最後まで見てなくて、昨日の続きを見てます。はい、コロンちゃん、かわいい、かわいいね、コロンちゃん、しかもピラもいる。はい、ということで夜ご飯です。こんな感じです。いただきます。はい、ということでご飯食べ終わりました。はい、これをね着たいなと思います。あ、今からお風呂に入ります。これを着たいなと思います。楽しんでくるね、お風呂。バイバーイ。はい、ということでお風呂から出てきました。スキンケアしたいと思います。最近はね、これを使ってます。シカパック。ちょっと汚いの、ごめんなさい。取れた。これがめちゃめちゃ良くて、肌がすごいいい感じになるんですよ。いい感じって言い方あれだけど、何も伝わってない。どんな風にいいのか、いい感じになります。よし、ね、髪のオイル今これ使ってるんだけど、どれがめちゃめちゃ良くて、そのセラティスバイミクシズムサクラナイトリベアヘアオイル、これ桜ピンクなんですけど、これ限定のやつなんですけど、普通のね銀と白のやつ、あれもめちゃめちゃいいです。シャンプーとリンス両方とも使ったんだけど、本当にどっちとも良くて、このねシャンプーとリンスにヘアオイルが最強で最強で、最近ずっとこれ使ってます。私おすすめです。めちゃめちゃ髪サラサラになった。でパックは10分から20分ぐらいつけます。その間にね、携帯で漫画読んだり、本の漫画読んだり、アニメ見たりしてね、時間を潰してます。ということでね、時間を潰そうかなと思います。バイバーイ。あとついでに、何見てんの。ちょっと
音を消すか。そうね。よし、声優と夜遊びっていう番組の木曜日を見てました。な、どこでやってんのそれ？アベマ TV。あ、アベマ TV ね。生放送してて。へー。私本当一番木曜日が好きで、木曜日はもう毎週のように見てるんで。へー。ただ休みじゃないと生放送では見れなくて、いつもアーカイブを見てる形だったんだけど、今日は休みということで生配信を直接見ております。あ、そっか、明日学校休みだからね。休みだから遅くまで見れるじゃん。うん、だから見ようと思ってもさ、金曜日しか見れないわけよ。金曜日も面白いよね。ね、日にちごとにね、声優さんが違うの。あ、ごめんなさい。今何ですか？お風呂入ってきたの？お風呂入って、で、出て、スキンケアやって、髪の毛を乾かしてきました。それで、これです。なんか、なんかあったかそうなの着てるじゃん。そうなの、これね。ね、ネットで買ったんだけどね。恐竜？恐竜なの。うん、すごい。かわいいでしょ。恐竜だ。めちゃめちゃかわいい、本当に。もう一回恐竜待って。もっと深くかまって。ちっちゃいよね、結構ね。うん。フードが。ちっちゃめだよね。これ。お気に入りです。はい。じゃあこれ何時まで見てるの？11時半。じゃあ今から多分今10時半ぐらいだから、あと1時間このまま見続けるんですね。ずっと押して。はい。本当ずっと見てられる、本当に。はい、わかりました。はい、ということで、そろそろね、見終わって寝たいなと思います。ということで、最後まで見てくれてありがとうございました。ということで、それでは、バイバーイ。カタカタうるさいのか。